はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やすすでございます。白血病闘病生活の気晴らしに自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今ね、あのワイドショーで、まあ、昨日でしたかね、岡村孝子さんが白血病になりましたというふうにブログで、ね、ホームページで発表されたわけなんですけども、やっぱりそのテレビでワイドショーでいろんなことを話されてますが、キャスターの人たちがね、報道陣の人たちが話されてるんですけども、別にあのどれも悪いことを言ってるわけ、間違ってるわけじゃなくて、まあ過去の前例とかを、統計を話してるんですよね。白血病ってこうだよ、ああだよ、こんなことがあったよ、だからこの治療をしたらこんな風に助かるんですよ、とかっていう風なことを言うてはるやと思うんですよ。まあ、僕自身今のところ白血病サバイバーとして行かせてもらってるんですけども、僕の担当の先生は、まあ、骨髄移植を提案された時にね、先生に提案された時に、命が助かる可能性がありますと言われたんです。決して絶対治るとは言われませんでした。まあね、命が助かる可能性があるなら僕は行きたいと思って自分の意思で骨髄移植を希望しました。まあ、その、まあ、骨髄移植することでめちゃ副作用、拒絶反応がありましたけども、まあ、今でもまああるんですけども、でもこれって、まあ、白血病だけじゃなくて、まあ、これっていうのはそのテレビとかそのね、ワイドショー、インターネットで言うてはるたちらに対して、言うてはる人たちらに対してのことなんですけども、まあ、白血病だけじゃなくて、まあ、がんもそうですし、まあ、他の難病とか、まあ、病気、その他の病気もそうやと思うんですけども、そのテレビ、インターネットで書いたりしてることっていうのは可能性の話だと思うんですよね。こういうふうになる可能性があります、助かる可能性があります、治療の途中で命に関わる可能性もありますっていう言い方と思うんですよ。まあ、それはね、絶対治るって言ってほしいですし、僕も絶対治ってほしいです。誰もが思ってると思います。でもそのね、状態、状況は人それぞれなんで、まあ、テレビ、インターネットで情報を出す人、キャスターの人たちっていうのは言葉を選んでね、話してほしいなと思います。その復職できるから、絶対に治るから、すぐ仕事行けるからとか、すぐ学校行けるからとかっていう風な言い方じゃなくて、もっとなんか、なんて言うんでしょうね、ね、一人一人のそのまあ情報を発信する、まあ僕もそうなんですけども、絶対とは言い切らずに、状況が人それぞれなんで、まあ、可能性がある中でいろんな可能性を信じて行きましょうっていう風な言い方の方がいいんじゃないかなとちょっと思ったんでね、話させてもらいました。まあちょっと話はちょっとまた変わるんですけども、まあ、骨髄移植の話にね、ちょっと戻るんですけども、まあ毎回ね、献血骨髄バンクにご協力お願いしますと言うてるんですけども、その骨髄移植に関してね、その今は白血病とか、そのね、まあ、代表して白血病と言ってますけども、血液やリンパ液がね、正常に作られなくなる病気が、まあ、白血病以外にも何種類かあるんですけども、悪性リンパ腫って言われてるようなね、病気とかもそうなんですけども、その、まあ、最近ではね、骨髄移植って、関節リウマチっていう病気もあるんですけども、あとその他でもその、厚生労働省が指定する、特定する、特定疾患、その、いろんなね、自己免疫疾患とかっていうの病気があるんですけども、そういうふうなのにも、実は骨髄移植が有効であるっていうふうに分かってきてるみたいなんですよ、今。なのでね、まあ、
骨髄移植することで、それはその先ほども言いましたけど、自分でね体感じることなんですけども、いろんな拒絶反応副作用ありました、あるんですけども、それでもこんなに骨髄移植っていうのが可能性が広がってきてるわけですよね。助かる人たちが増えてきているようになってきてるんですよ今。そのね可能性有効に使われるようになってきたんで、まあ、日本の医学、世界の医学が発達してきてる中、いろんなその分野で骨髄移植の可能性が広がってきてます。なのでまあ皆さんお時間がありましたら、献血骨髄バンクにご協力よろしくお願いします。人の命は人が救えると思います。 AI よりも人が人の命を救うべきだと思います。どうぞよろしくお願いします。とまあ今日はこんな感じでした。ちょっとね真面目に、まあ、さんはいつも真面目に話はしてるんですけども、ちょっと固い話になってしまいましたけども、今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらえましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。